ちゅっともえちゃんです。はい、というわけで今回は何をやるのかと言いますと、お家にキャンプを建てたいと思いまーす。タックとときちゃんもそれぞれのお家にオリジナルのキャンプを作るということでね、めっちゃワクワクしてます。というわけで早速テントを張っていきましょう。なえなえ不思議なタックンです。今日はね、お家でキャンプということで、ここをキャンプ地とする。さあ、僕の今回のね、キャンプのテーマなんですけれども、僕はね、ついこの間無人島でキャンピングみたいなの見たんですよ。それめっちゃいいじゃんって。今回はもうがっつり海辺でキャンプというものに寄せていこうじゃないかと思いました。では早速準備していきましょう。ニコニコリンコときちゃんです。はい、ということで今日はお家でキャンプなので、今からここにキャンプを作ります。まずはこの真っ白いカーペット、なんかこれはあんまりキャンプっぽくないよね。ということでビニールシート。はい、ということでどうですか、もうキャンプっぽいでしょう。それじゃあね、この上に早速テントを立てていきます。ほいしょーこれをね、じゃあ今から組み立てていきます。前同じようなね、こういうテントを建てた時は3人でね協力してやってたから、今回に関してはねちょっと1人で挑戦というところで、このねテントがね無事うまく完成したら、きっとたっくんもまいちゃんも見直してくれるやろうな。できたー、テントできたー。今回ちっちゃい子向けのテントを買ったんですけど、十分大人でも入れる大きさですね。はーい、じゃあね、早速テントを立てていくんですが、この壁とね、床をまずは装飾していきたいと思います。床がね、やっぱりこれですよ。ほい、ほい、ほい。よっ、プレファビス。これめっちゃ便利なのよ。何が便利かってね、つや。見て、もうワイルドエリアじゃない？マット引いたら今度はね、この後ろのスペース。はい。空、ちょっとさ、短くない？まあでもテントで半分隠れることを想定したら、そんなに気にはならないかも。どう？ちょっと想定よりだいぶ手前なんですけど、青い空、白い雲が広がりましたよ。これもテント立ててみないと分からんな。テント立ててみるか。さあ、準備の方は簡単です。買いました、テントです。はい、剥がれました。いけない、テントの前にすることあった。ボイだ。てーてれれーんてれーん。どうでしょう、これ完璧でしょ、ビーチでしょ。ってことでこれを背景にして作っていきたいと思います。すげえ、ちょうどええやん。いやー、なんか常夏って感じなんですよ。ちょっと待て、映ってるかこれ。映ってるな、やっぱ完全にな。これ下部屋が丸見えじゃねえか、おい。あ、でも全体的にバッて映るのが大事ですからね。ちょっとここは見なかったことにしましょう。はい、ということでテントが完成したんですけれども、まだねこのままじゃちょっと寂しい感じがするので、装飾をどんどんやっていきたいと思います。ペペペペ。はい、ということで完成いたしました。今からキャンプの紹介をしていきたいと思います。はい、まずこちらがテントでございます。あ、いけねえいけねえ、ここ大事なところですね。ときちゃんのテント、はい、なんかちょっとすごい字になっちゃったけど、ときちゃんのテントって書きました。ちょっと端から見ていきましょうかね。エイフィーにコアルフィーにルカリオ、スタジオのクッション、メーターもイメレオウール、マホイップの巨大マックス、そしてレッチョ、ガメリン、ゲンガー、奥の方にレッコアラとセミガメがいますね。でテントはね、やっぱりちょっとキラキラな感じにしたかったので、こういう風にライトをつけております。ガーランドもちょっとカーテンの端っこにつなげてみたりして、であとはおなじみのあの焚き火ですね。そして今回はね、なんとやっぱキャンプといえばということで、カレーと飲み物をご用意いたしました。はい、今回はね、子供用のテントを買いました。テント立てるぞこれやばいぞ、ちょっと待ってくれ。テントバカでかい説出てきた。さてはこの空間では入らないというやつではないか。はい、でかい。キャンプというより家です、これは。ちょっと外見的にはおいおいってなるかもしれないけど、この中はバッチリバッチリ飾り付けしていくんで、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、中の飾り付けをしていきたいと思います。さあどうでしょう、
テントが張り終わりました。まあこう閉じるとこんな感じですね。ではたっくんが用意したキャンプは以上でございます。嘘でーす。ではこっから一緒にキャンプをする仲間たちを紹介します。はい、この子たちです。ポケモンのんびりライフのポッチャマ、ホエール王、そんにゃんわー。でこの子たちをね、こんな感じですね。なんかね、これだけだとやっぱなんか味気ないじゃないですか。なんで今回はじゃじゃーん、このポスカを使ってテントにお絵描きをしていきたいと思います。よし、描いていくぞ。今回はやっぱ海がモチーフということで、水タイプのポケモンでいきたいと思います。はい、ということでね、まあ、テントの紹介もさせていただきましたところで、小声なのでね、昼食といきたいと思います。今日はね、もちろんカレーです。そしてね、こちらじゃじゃーん、このおしゃれなコップの中にこれいちごが入ってます。レッドいちご、この中に飲むヨーグルトをね投入したいと思います。これ絶対美味しい気がするんだよね。とりゃうまそう。はい、ということで飲むいちごヨーグルトとカレー、今日はいただきたいと思います。せーの、いただきます。うーまい。おいしい。ちょっと電気消してみたりとかして雰囲気出してみたり、あー非常に良い感じですね。あー、いいんじゃない、できたよ。わあ、かけましたよ。こちらテントが、こちらにね、ちょっとラプラス、次こちらまあニョロも、はい、こちらちょっと人手マン描こうと思ったんですけど、形が下の方がね、特にバーってなっちゃったんですけど、人手マンでございます。誰が立つよ、おい、誰が立つよ。そしてやっぱりね、この海と水タイプのポケモンといえばこのダイブボール、かわいいですよね。てな感じでございます。はい、こちら無地のテントが可愛く生まれ変わりました。はい、ということでね、こっからはキャンプを楽しんでいきたいと思います。はい、それでは私のキャンプを紹介したいと思います。近づけると本当にね、ここだけはもう完璧。この生活感がなければ最高だった。空をね、ちょっと外しました。やりたいことがあったので。ではこのキャンプの中紹介したいと思います。じゃーん、可愛くないですか。ランプたちがね、かなりいい味を出してるのではないでしょうか。アラルポニータとピカチュウと変身メタモンのジラーチ、ここにはお菓子を用意しました。中に進んでいくと、はい見て、窓から空が見えるっていうね、ここに移動しました。ここにね、ハートのクッションと、あそこが椅子なんだけど、やっぱキャンプのね、こうイメージ的にね、椅子をね、机として使うみたいな。ではポケモンカレーを用意しました。内装は可愛いんじゃないかな。この窓とかからさ、覗いたらさ、めっちゃ映えなんじゃない。ほら映えだよ、これ映え。ここでね、ポケモンたちと一緒におやつを食べたり、カレーを食べたりしたいしようかな。せっかくだから一緒にカレーを食べたいと思います。いやね、いや海はやっぱいいね。でもね、さすがにね、これだけだと寂しいじゃないかなということでね、ぜーんぜーんということで、この巨大なホエル王のぬいぐるみ、海っていいな。あーいいね、いいね。あ、やばい、雨が降ってきた。やばい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 。ヒーロー、なんだこれは。まさか特製雨降らしだ。ってことは、わあ、海洋画だ。海洋画がやっぱり特製で雨降らしをしていたんだ。このままじゃやばいよ。バーベキューしてるみんなの火が消えてしまうとキャンプが台無しになってしまう。お願いだ、海洋画、雨降らしをやめてくれ。わあ、雨が止んだ。ありがとう海洋画。海洋画、俺のポケモンになってくれないか。行け、スーパーボール、ピキン、シュトゥントゥン、プチティーティーティーティリティティリティリーン。海洋画ゲットだぜ。よし、行け海洋画。海洋画、これからもよろしくな。あ、二人ともどうやら向こうのバーベキューの人たちにお呼ばれしたみたいだから行ってみようぜ。これな、一番うまく焼けたバーベキューやね。たっくん食べて。ありがとう、そらくん。イエーイ、そらくんからめちゃくちゃうまそうなバーベキューセットをいただいたぜ。大好きなサイダーとバーベキューセット、これからもお楽しみたいと思います。
はい、ということでですね、実は最近みんなに言ってなかったことがあるんですよ。私、自分へのご褒美にとある楽器を購入してしまいました。それがこちら、バーン、ウクレレです。ということで、私本当にウクレレは超初心者で超練習中なんですけれども、キャンプのいい雰囲気の中なので、ウクレレの音色もね、みんなに楽しんでもらいたいなと思いまして、これから一曲プレゼントしたいと思います。ポケルン始まって一番緊張してるわ今の瞬間。それでは聴いてください。ポケモンセンター。ということで、最近私はなんとウクレレに夢中なのです。もっといろんな曲弾けるようになって、なんか動画上げていけたらなって思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。私のポケモンキャンプ、ウクレレ上手だったよっていうお言葉待ってます。はい、じゃあせっかくなんでね、カレーを食べます。うん、おいしい。このね、ガラルコニータ新しくお迎えしたんですよ。お名前がね、実はまだありません。前回ラプラスのね、名前も募集したんだけど、このガラルポニータもみんなから名前を募集しようかなと思ってます。私がやってるゲームの方のガラルポニータはオスなので、お名前をください。ゲームの方もその名前にしたいと思います。これ今度スタジオで3人で作って、それぞれのキャンプにお邪魔したりしたいな。楽しそう。はい、というわけで今回は3人でそれぞれお家にキャンプを作ってみました。多分ね、まだ見てないんだけど、あの個性的なキャンプ場が2人ともできたんじゃないかなと思っています。はい、というわけで今回の動画がすごかったな、みんなのテント遊びに行きたいなと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。